いや、マジ辛いな、今のサルバセビージャの判断。別に全部押し上げてるわけでもないし、これもサルバセビージャの判断がちょっと半分ぐらい悪いもんな。今のきついね。なんかサル,サルバセビージャ怒ってるけど、なんかみんなにお前だろみたいな感じにされてる。ね、行って押し上げてないから戻ってきて。で切り替えでサルバセビージャ遅いしな。いや、サルバセビージャわけわかってる選手だったらな、ほんとかっこいいんだけどな。この感じでキック精度もあってさ。相手前から来てるわけじゃないしね。 サイドバックが上がってるその背中の方に走らせて、そこでキープして押し上げるとかわかりますけど、ただ前に蹴っただけですからね、無理筋と。いやー、ボカンって蹴る人ばっかりきついね。わけわかってるそうな顔してるのに。辛 <laughs> いな、これは。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。